怪しげな関係者以外立ち入り禁止ですね。100メートル。21歳の時に日本に来ましたと。で、12年間修行を重ねて33の時ユダヤに帰ったと。でも兄が身代わりになって十字架の貼り付けの刑から逃れたキリストは呼べません。旅を続けて再び日本の土を踏み、このヘライ村に住居を定めて106歳まで生きたと。おお、すごい。ちょっとまた上に行ってみよう。ここはね、神聖な場所だね。石はイスラエル国エルサレム市のと信仰の有効な証としてエルサレム市より寄贈された。はい、というわけでですね、キリストのお墓にやってまいりました。で、キリストのお墓もそうなんですけども、身代わりになった弟のお墓もあります。今撮影してますけど、手前から奥ですね。奥にも十字架で、さらに奥にも教会が見えます。こうしてね、言い伝えなんですけれども、キリストとあの弟、身代わりになった弟が、対になった隣同士のお墓で今も眠っているということです。